こんにちは。薬師汁です。あ、どうも。いらっしゃいませ。ちょっと、なんてことするんですか。久々に連れてきました。はい、お久しぶりです。久しぶりです。本当に。連れてきました。はい、はい、お邪魔します。あの感謝祭ね。あ、前回の感謝祭以来ですね。僕はどうしても来れなかった時にね。そうですね、いなかった時ですね。でね、これでやっと分かりました。はい。しおりちゃんが、雨女だっていうことが。なるほど、ね、あのね、感謝祭すごかったんですよ。大雨だったでしょ、はい、見てこれ外、君ね、雨女というわけで、はい、今日は、はい、なんかまた新製品ですか。そうなんですよ、今日また新製品、はい、ジャカジャカジャカっと出て、はい、で今日また薬師流で紹介していただけたらいいなと思って、はい、車は準備しました。はい、はい、物がね、今日ちょっと届かんくて。あ、ないんですか。今ない。ないんですか。で、なんかここで紹介したいものとかないですか。今日、はい、ここ、はい、じゃあ、はい、じゃん。お、あら、かわいいでしょ。かわいい。でハイエースの形した、うん、まあ、うちのデモカーと同じ仕様なんですけど、はい、バレンティのロゴを背負ったティッシュケースです。え、はい、ティッシュなの、はい、どうなって、この中に突っ込んでティッシュ出せる。ティッシュなんだ、はい、ティッシュが入れ、あ、紙だけ。紙だけなんで、これはで、これは小物入れにもなると。あ、ティッシュじゃなかっても、まあ、電話こう入れ、置いたり、ペン刺したり、はい、ティッシュがパコッと入ると簡単に、あ、ちょうど入るサイズ。箱の型のティッシュじゃなくて、あのビニールだけのティッシュ、あ、そっちだ。これをここに入れて、あ、で、まあ、ずっと閉めると、かわいいじゃん。こういうの出したんですか。はい、こういうオリジナルのグッズを出しました。これでもう箱もついてくる。ちなみにこれでおいくら、はい、これで5500円です。おー、ティッシュケース、はい、で、これすごい結構再現されてて、ね、ハイエースのテールランプ紹介させてもらったと思うんですけど、はいはいはい、ヘッドライトとか、はいはいはい、見てください。あれがついてんだ。光らないんですけど、うん、同じディテールを光ったら5500円で買えるのかな。光らない、さすがに。そうそうそう、同じのが楽しめる。売れてますか。売れてます。いやいや、多分この放送から売れるでしょうね、はい、また上着の上りかもしれないです。すごい細かく、ね、はい、再現されてますよね、はい、そうなんですよ。これが、まあ、新商品。これも新商品。あ、なるほど、はい、まだあるんですか。まだあります、はい、じゃあ次、次は隣の、あ、隣、はい、はい、あの車、はい、並べてありますので、はい、わかりました。じゃあ向こう行きましょうか。で、行きましょう。まあ、久しぶりに3人で飛びますか。じゃあ、はい、思いっきりジャンプします。みんな飛びましょうね、はい、いや、行きますか、せーの。え、ちょっと、ちょっと、ちょっと、何？張り切るんじゃないよ。久々じゃないですか。歩いていく。すぐそこですね。はい、というわけで、これが新商品？これ新商品のテールランプ。以前、はい、あのジュエル LED テールランプレボっていうシリーズがあったんですけど、はい、また、またあのちょっとリニューアルさせまして、はい、キーレスのオンオフで、モーション点灯します、うん、あ、オープニングとエンディングがあるです。です、はい、あ、なるほど、よくご存知で、はいはい、いやいやいや、もう長いですから。長いですから、はい、じゃあ一回やってみますか、はい、じゃあまずはオープニングします。オープニング、はい、開けます。光が走る、はい、もう一回で、今オープニング、オープニング、はい、はい、パッて消える。ああ、外から1本ずつ消えていく、ね、ライトバーが、はい、自然にかっこいい。そうおしゃれだ ね、 凝 っ、 ね、凝ってますね。ありがとうございます。このテールが新しいやつなんですか。そうですね、あの、はい、新しいシリーズでウルトラっていうシリーズに変わりました。ボクシーで、はい、ボクシー、ノアボクシーエスクワイヤー3車数つきます。オープニングとエンディングがあるってね、はいはい、80系の、はい、ちなみにこれでお値段が、カラーラインナップが2色、今のついてるレッドレンズ、レッドとザスモーク、スモーク2種類ありまして、はいはい、84,700円です。なるほど、はい、ハイエースのやつも9万いくらだね。そうですね、ハイエースと同じ金額ですね。同じ金額で2ピースのテールランプになるんだから、なあ、テールを私と違ったやつを止めると、はい、いうことですね。でもう1箇所これついてて、はい、これもオープニングアクション、エンディングアクションするんですよ。あるの、はい、サイドで、はい、これ今スモークのタイプがついてるんですけど、とりあえず開けますね、はい、いらっしゃいませ、ランプが灯ります。チュンチュン、はい、テレレレレレってなるんだ。で、ふわーっとつく、はい、で、エンディングが、エンディングいきます。
さよならまた来てねまた来てねはいい来てねはどうかわかんないけどへえ。でちなみにこのアクションついたやつがおいくらですか、はい、28,600円両方で ね、はい、左右セットで色味が、クリアとスモークと2種類ありましてでこのレンズは、今のこの80型のノアボクシーエスクワイヤーももちろん取り付けていきますし、うん、現行型の80ハリアー、うん、60ハリアーにも取り付けができます、うんはい、そそる機能かなと思います。通常のウィンカー点滅でもこのボクシーって方は結構ファミリーカーで使われると思いますよね。そうですね、ファミリーカーをドレスアップして使われる方結構多いです、ね、あ多いな、うん、ドレスアップするんだやっぱりドレスアップしますね。今これ車高下がってないですけど皆さん車高下げられて上がったりといるので大きいホイール入ってエルグランドとかあれよりは一回り小さいよね。そうですね、一回り小さく感じるけど、一回り小さいです ね排気量も 2000cc ぐらいなんで、ボクシー用ね、それから他の車種も使えますんで、はい、ぜひ、バリンニさんのね、ネットで一回見てください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、はい、今度は告知ですね。告知です、はいはい、こちらにあるねポスターの通り、はい、この10月1日2日と、はい、こちらバレンティで感謝祭、はいね、また開催させていただきます。第何回ですか。これで2019年からやってますんで3回目、はい、3回目、ね、4回目、はい、4回目、2018年くらいか、はい、すごい、いろんな業者も来て、でたくさんの業者来て、そしてから、何ですか、パーツが安いと。そう、最大何パーセント引きでしたっけ。弊社の商品だと最大で、うん、まあ、ここにもちょっともう歌っちゃってますけど、うん、9割引きの商品もあります、はい、もうほとんどもう、ね、1万円やったら1000円とかすごいよ。そんな商品があったりします。感謝祭ということでね、アウトレット商品をお値打ちに、だから自分のものに合うかどうかは分かんないけど、はい、出てるということですね、はい、で当日スタッフ全員おりますんでね、はい、マッチングの相談とかバッチリできますし、はいはいはい、分かりました、はい、じゃあね、10月1日ですからね、はい、で薬師流も、ああもちろん来ていただいて、お願いしたいなと思ってますので、私が来ます。であいにくしおりちゃんはそう違う仕事で、とか言ってるでもここ本当にもう激アツなイベントじゃないですか、はいはい、ありがとうございます。ここでしか買えないものもあるし、そうですそうです、デモカーのやっぱ質の皆さんとかもやっぱすごいから、そう、出店者さんもまた20社以上集まる予定なんで、はい、すごい、はい、いつもの岡田エンタープライズさんとか、うんうんうん、あ、そうですね、はい、あ、まだ来ますか、来ますか、もういろいろバーッと来てくださるんで、ね、賑やかしに言わない方がいいかもしれないね。なぜかというと雨降るから、あ雨降るからね、降らないよ、まだ俺もびしょ濡れになりたくないからはい、ということで10月1日2日、はい、バレンティアの感謝祭、うん、ぜひお越しください、はい、入場は一般の方無料ですか。あ、無料です、無料です、入場無料です、はい、ね、薬師入りのロケもあります、あります、はい、お越しください。